的なホームランでしたね。まあちょっとすっぽ抜けですよね。ああいうところがやっぱり。先日球団に対する不満のインスタストーリーを投稿、その後インスタを非公開にするという不穏な動きをしたマルテ選手。そして8月27日、またしても不穏なストーリーが投稿された。まさかはいらない。すぐに家に帰る。くさ、ああ、帰る気満々でくさ。すまん、マスクはどういうことや、マルテもマスク反対派なん。違う。もうマスクをしてしっかりとコンディション維持をする必要がなくなった。なぜなら俺が試合に出ることはないからだ。という皮肉や。うわぁ、かなり切れてるんやな。はい。それこらやで。調べたところマスクのストーリーはこらでした。そらあて、モチベーションが上がらない。矢野はまた同じ過ちを繰り返すんか。どんだけ外人嫌いなんだよ。矢野は何がしたいんや。矢野は引用リツイートしろ。オリンピック期間帰国して後半戦も一軍やろなーって余裕ぶっこいて戻ってきたら、ロハスにポジション奪われてたでござる。帰宅せず黙々と練習してたロハスを取った阪神。本人がそれで成績落としたならまだしも、二軍でボカスカ打ってるし、そもそも一軍に出してもらえないやん。ちなみにマルテの現在の二軍成績はこの通り。これは怒るのも仕方がないかもしれない。なんか矢野がやたら叩かれてるけど、これマルテの方が問題ちゃうんか。一回目の造反は許してもらったのに間を空けずに、これって性格やばいやろ。そもそも原因は母してることちゃうんか。いや、優勝争いしてるのに大山があんな無様な姿さらしたら誰でも切れるわ。石川慎吾、球団アカウントフォロー外す。マルテ、インスタに不満投稿。うおー。あ、これもうマルテと石川慎吾トレードやろ。ちょうど同じ日に、巨人の石川慎吾が、インスタで巨人の公式アカウントのフォローを解除した。巨人に取られて優勝を逃してほしい。そうなったら史上最大級に荒れそうですね。以上、マルテスレでした。ご視聴ありがとうございました。